こんにちは、ドレイクです。今日は2年ぶりにアメリカのお弁当を紹介したいと思います。小学生と中学生用のお弁当を紹介したいと思います。その弁当はこちらです。ランチョボーズの紹介です。今回はピザを買ってきました。ピザバージョンです。で、2年前、リクエストで紹介されてクラッカーの方を紹介したんですけど、今回はピザを紹介します。他にもね、いろんなのがあるんですね。フライドチキンとか、クラッカー。ピザとか、はい、ランチョボーズアップローデッドとかそういうのがあるんですね。2年前も言ったように、これが弁当ってありえないですよね。日本の弁当はちゃんとしてあってね、おかずとかご飯とかいろんなのが入ってて楽しめるじゃないですか。これはあんまり楽しめないですね。まあこれは子供用だから20歳の大人が食べるものではないですね。 Made with pork chicken and beef. ポークチキンビーフで作られてるんですね。 Pepperoni made with pork chicken and beef. Cracked mozzarella, pasteurized, prepared cheese product, pizza sauce, pizza crust, Capri-Sun fruit punch, Nesto crunch candy bar で書いてありますね。自分で作る冷たいピザ、そしてカプリサン、そしてクランチチョコレートが入ってくるんですね。で、後ろにはなんか付録みたいなのがついてますね。値段は3ドル19セントでした。日本円で300円ぐらいですね。冷たいピザなんて信じられませんよね。ピザはあったかくないと、あったかいというか熱くないと思うんですよ。こういう風に入ってくるんですね。飲み物はカプリサン、いつもカプリサンなんですよ。まだあのクラッカーの方を見てない方は下にリンク貼っておくので見てください。ピザソース、ピザの生地ですね。もう焼いてあります。それが3枚入ってますね。で、モッツァレラチーズとペパロニがここに入ってます。それではピザを作りましょう。まあ、これ前にも言ったと思うんですけど、これ俺中学生の時食べてましたね。全然お腹いっぱいになりませんでしたね。それからもう給食はカフェテリアで学校が出してる給食を食べました。それでは最初ソースをこうかけて、モッツァレラチーズをかけますね。で、最後にペパロニを乗っけます。めちゃくちゃ下手でごめんなさい。もうちょっとモッツァレラチーズかけようかな。出来上がりです。美味しそうには見えませんね。それでは冷たいピザいただきます。普通ですね。そんなに驚きな味ではないし、美味しいのはペパロニだけですね。生地もなんか少し硬いし、ワクワクするものではないですね。ソースもものすごく濃いし、飽きる味ですね。カプリサンのフルーツパンチを飲みたいと思います。そしてデザートのクランチ食べたいと思います。最悪な弁当ですね。日本の方がいい。日本の弁当の方がワクワクしますよ。ネスレって書いてありますね。クランチ美味しいです。これぐらいですね。あまり他に見せるものはないですね。ピザを作れて、で、キャンディーがあって、飲み物があって、そういうだけですね。で、あと後ろになんか面白いゲームみたいなのがあって、付録とかあってね、そういう感じですね。中学生の時これを食べて、放課後ものすごくお腹空いてたの今でも覚えてますね。冷たいピザなんて本当に味わえないですね。熱くなきゃダメですよ。今度は冷たいチキンナゲットをね、紹介したいと思います。アメリカのお弁当、ランチョボーズペパロニピザの紹介でした。次の動画をご期待ください。それではじゃあね。